Hey guys! 皆さんこんにちは、こんばんは、ゆきです。今日はこの前友達が住んでいる吉祥寺に遊びに行ったので、その時の動画をアップしたいなと思います。この動画を見て私と一緒に散歩している気分になってくれたら嬉しいです。ではビデオをどうぞ。今回私はいろんなお店に行ってたくさん食べ物を食べてきたんですけど、最初に行ったパンケーキハウスのパンケーキはなんかパンケーキっていうよりクレープみたいな食感でもちもちしてて、あと甘すぎずすごい美味しかったです。あとその次に食べた小籠包もすごい肉汁がたっぷりで熱くて、食べるときは気をつけてください。やけどします、多分。であとは88屋っていうレストランに行ったんですけど、そこで私は唐揚げのプレートを頼んだんですけど、なんかそこの唐揚げも唐揚げっていうより天ぷらみたいな食感ですんごい美味しかったです。行ってよかったです。であとはその後井の頭公園でボートに乗りましたね。楽しかったですよ。時々ハンドルの操作でちゃんとやんないとぶつかりますけど。はい、井の頭公園はデートに最適ですね。私は女の子と行きましたけど。ではまた動画をアップしようと思います。見てくれてありがとうございました。じゃあまたね。 See you!